皆さんおはこんばんちは、お芋です。今回は大阪メトロ四ツ橋線に来ております。四ツ橋線の肥後橋駅には昔懐かしいひげ文字の看板が再現されています。そんな四ツ橋線の車両は2023年現在23系に統一されておりますが、今回はひげ文字の看板がリアルタイムで存在した頃の四ツ橋線の車両を模型化していきたいと思います。さて、昔の四ツ橋線を製作するために今回用意したのは鉄コレの谷町線50系セット。このセットの真ん中の2両である5700型を使用します。5700型はもともと1958年から導入された1200型であり、御堂筋線と四ツ橋線で活躍しました。その後四ツ橋線専用となり、1975年から200型に改版されて、1980年頃に電装解除と中間車化を経て5700型になりました。今回は四ツ橋線のラインカラーが入った時代のたった5年しか見れなかった200型を製作していきたいと思います。まずは200型の貫通扉を製作します。貫通扉は 3D プリンタで作成するので、 CAD ソフトでデータを作成していきます。最初に作った貫通扉をはめ込んだ状態、少しだけ高さがないように感じます。試しに貫通扉パーツを青く塗ってみましたが、少し雰囲気が違ったりするので何度かパーツの修正を加えました。こうして貫通扉ができました。貫通扉ができたので、次はヘッドライトの穴を開けます。ヘッドライトの穴を開けたら、前面上部に骸骨型テールライトをつけるための穴を開けます。ちなみに骸骨型テールライトはアルモデル製のものを使用します。種車の加工が終わればミスターカラー65番のインディーブルーを塗装します。そして帯をマスキングしてミスターカラー314番のブルー FS35622 を塗装します。マスキングを剥がすとこんな感じになりました。四ツ橋線の雰囲気はよく出てるかと思います。ここからさらに屋根のシルバーを塗装します。屋根を塗ってから茶番を貼ってもろもろのパーツを組み立てれば、50系譲りのアッシュグリーンに四ツ橋線のイムペリアルブルー、5年しか見れず記録の少ない幻の四ツ橋線が眼前に姿を現したではありませんか。当時四ツ橋線は5両で200型は全て先頭車だったので、必然的に変態連結が見れる車両でした。今でこそ凄まじい組み合わせですが、当時はあまり注目されなかったかと思われます。50系と並べてみました。よく見ると違いがあるのがお分かりでしょうか。ということで、この幻の四ツ橋線をレイアウトで走らせてみましょう。